最低でもね、はやとチャンネル。はい、今日はねこのサゴシサイズのサワラ、サワラのねちょっと小さいやつねを使って味噌漬けをね作っていきたいと思います。最強漬け、京都のね白味噌、これね、それとこれはね長野県の白味噌かな、白って書いてありますけれども、これを使ってね両方をブレンドして味噌にね漬けていきたいと思います。味噌床にね、これねうまそうですよね。鶏肉の味噌漬け焼きとか作れる、うまそう。綺麗な魚ですよね、もうめちゃくちゃかっこいい。はい、何はね元よりまずさばきましょうということで、3枚にねおろしていきたいと思います。反対向けて同じようにここのヒレのところまでね斜めに包丁を入れると。はい、これで釜とね頭取れました。裏側もね、同じように下身の方もね。少ししかね、ないんですよね。こんな感じ、まあ、こんな感じかな。最強漬けのネタのね完成です。この両方の味噌をねこのボウルの中でねブレンドしていきたいと。使うのはねもうシンプルで、あとみりんとお酒だけです。分量的にはね、まあ、これぐらいとね混ぜていきましょう。こういう感じのタイプのやつね、これね結構高いし、まあお手軽にできるようにねこのブレンドっていうパターンでねちょっとやってみようかなというふうに思います。これをねちょっとこうブレンドさせる感じでね。でみりん、みりんとねお酒をレンジでチンしてねちょっとね温めます。それをこの中にね入れると、そうするとねあったかい方がね混ざりやすいんで、そういう風にしますが、はい、温まりました。ちょっとさっきのねこれカップ、ここの中に入れてからやっていきます。もったいないんでね、この中のカスが一気に入れるとね、あの混ざりが悪くなるんで何回かに分けてね状況を見ながらやっていきます。うん、いい感じ。なんかいい時のお弁当とかってそうですよね、サワラが入ってたりとか銀だらが入ってたりとか、銀だらもうまいですね。あとムツ、メロウとかね、あとは鶏肉も最強漬けになってたりとか、ホタテとかもねなってたりしますよね。ガラスの容器に今日はね作っていきたいと思います。味噌床、まんべんなく味噌を敷いていく。あのダイレクトにねこう魚入れるっていう方法と、キッチンペーパーとかねこうくるんでからね乗せていくやり方があります。直接ねこの味噌に触れさせないようにするやり方と、こうまずは1階部分にこう行こうかと思うんですけれども、キッチンペーパーでやるとね何がいいかって、このあの味噌がねまたね再利用できたりするんですよね。魚から汁出ますんで、これ塩分味噌当然ながら入ってますから。でももうね今回ね再利用しないんで、とりあえずね今回は使い切ろうかなと思っております。はい、これがね1階部分ということで、これに今度はこうですね。
で、こうですね。はい、そしたらね、ラップをかけて冷蔵庫に入れます。非常にぴったりでした、味噌の量も。じゃあ、美味しくなーれー。ドン。はい、5日経ちました。じゃーん。早速ね、開けていきましょう。楽しみだねー。3日ぐらいで開けようかと思いましたけれども、5日間です。そう、キッチンペーパー、これごとね、取っちゃいます。おー、使ってるね。使ってますね。すごい、ええ感じの色ですね。うん、こういう感じ、ええ感じですね。匂いは、うん、これはいい匂いしてる。はい、とりあえずこれがね、キッチンペーパーにくるんでたやつ。味噌がね、つかなくてね、非常に焼きやすいですよね。続いてね、キッチンペーパーなくてダイレクトに漬け込んでるやつ、こういうやつね。これもね、食べ比べてみましょうね。お味噌がついた方、これもね、よく拭き取ります。あんまりこうね、味噌がね、べっとりついてると焼くときにね、非常に焦げるんでね、拭き取る。少し味噌がついてる感じもね、これもね、好みですね。はい、ここまでできたらね、あとは銀紙を敷いて魚焼き器でゆっくり焼くか、両面ね、それかオーブントースターでね、じっくり焼くっていう方法もあります。今日はね、オーブントースターで焼いていきたいと思います。で、ここに乗せて焼きます。これかな、これとこれ。いただきます。まずね、この下のやつ、これはね、直接味噌床につけてたやつですね。キッチンペーパーないやつ。この腹の部分ね、油が乗ってますね。いただきます。うん、うまい。うん、100点、100点です。甘いね、お味噌の香り、もう最強漬けですね、これぞ。続いてこっち、キッチンペーパーでね、くるんでから漬けた方、今の結構パンチあって美味しかった。続きましてこっちね、こんな感じです。使ってますね。いただきます。あ、上品。うん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 、うまっ。うん、結論から言うとね、どっちもうまいです。もうね、キッチンペーパーでくるんでるだけでもめちゃくちゃ使ってる、うまい。最強味噌のね、いや、塩分もものすごい入ってるし、甘みも入ってるし、ちょっともう一回こっち触らって、こう身がね、こう結構締まってますよね。うん、うまい、うまい。結論、どっちもうまいです。家庭でもできるね、簡単最強漬けやってみましたということです。うわ、うまい。ありがとうございました。はい、今日はね、このサワラを使って、家政婦のね、志麻さんっていらっしゃるじゃないですか、テレビよく出るね、あの方が最近あのサワラを使ってね、なんか流行ってる料理があるんですよね。ラタトゥーユ、ラタトゥーユ、サワラのね、ベーコン巻きラタトゥーユっていうのがあるんですけど、
パプリカのパプリカです。玉ねぎとおナス、それからズッキーニ、ちょっと弱火にしてね、コトコトいきましょう。ハロチャンネル、ハロチャンネル、ハロチャンネル。